こんにちは、どこでもスカートで旅するチエルです。今回はラビスタ東京ベイのプレオープンに行ってまいりました。半年前から予約していて、ずっと楽しみにしていたので、ようやくこの日が来ました。広々としたロビー、早速ベイエリアらしい景色も見ることができました。プレオープン初日ということで、至る所に胡蝶蘭が。チェックインするために列に並びます。なんと待ち時間1時間半。待っている間にアプリの登録をしておきます。ようやく自動チェックイン機でチェックイン。カウンターもあるので、アプリが苦手っていう方も大丈夫です。アメニティは必要なものを選ぶスタイルとなっております。定番のアメニティはだいたい揃っていました。そして江戸お菓子横丁で好きなお菓子もいただくことができます。紅茶も3種類ありました。素敵なエレベーターホールを通って、いよいよお部屋に向かいます。エレベーターからの景色も素敵。今回は11階のお部屋でした。ようやくチェックインしてお部屋に入ることができました。もうね、入る前からクタクタだなーなんて思ってたんですけど、でもね、いざ鍵をもらってエレベーターからこう上に上がっていくと、やっぱり景色もすごく綺麗ですし、一気にテンション爆上がりしてきました。じゃあ早速ルームツアー行ってみよう。まず入ってすぐがね、こんな感じで結構玄関のスペースも広いです。で、ドーミーとかもそうなんですけど、協立グループはね、この1枚ドアがあって、入ってすぐお部屋が丸見えじゃないっていうパターンが多いです。ここからはスリッパで。じゃあまずメインのお部屋から見てみましょう。ワクワク。はい、本日のお部屋はこんな感じでございます。うん、素敵。今回ね、スタンダードルームを予約ってことで、そんなに高いタイプのお部屋ではないんですけれども、スペースはね、十分ありますね。ベッドも広い。この壁の模様が、なんだろう、海を表してるのかな。素敵ですね。で、枕元でね、コンセントと USB もさせるので、寝ながら充電可能です。で、反対側のベッドサイドにもコンセントと USB ケーブルあるので、2人とかでね、泊まりに来ても2人とも寝ながら充電できます。あとね、エアコンも室内で調整できます。で、なんかちょっとちっちゃい棚がある。そして広々としたソファーとミニテーブルもあります。結構ね、ここのスペースも広いので、のんびりお食事とかも楽しめると思います。そしてソファーと反対側に大きなテレビもあるので、ゆっくりくつろげますね。じゃあこのテレビの棚のとこ見ていきましょう。じゃあまずね、こんな感じでセーフティーボックスがあって、ちょっとなんか自分のものを入れるスペースもあります。の引き出しは、あ、はい、マグカップですね。かわいいマグカップも。こっちの棚は、あ、こちらにはね、グラスが入ってます。こういったマドラーなんかも用意されてるんですね。で、その下にはこんな感じで、これはタオル類とか、あとあれですね、館内着かな。トーミーはいつもベージュだったけど、なんかラビスタはこんな感じの配色でおしゃれですね。こちらのね、バッグを持ってタオルを入れてお風呂に行くことができます。これは加湿器ですかね。かなり立派なサイズのものがあります。で、さらにこの外に向かってカウンターみたいになってるんですね。で、椅子も用意されてるので、まあ多分ね、景色を見ながらお酒を楽しんだりとかもいいですよね。カウンターにはお水も2本用意されていますし、ポットもございます。そしてティッシュ、メモ帳、小物入れ、内線電話。で、こちらにもね、コンセントが2つ用意されております。そしてゴミ箱。これは何だろうな。はい、冷蔵庫ですね。開けてみましょう。こんな感じで結構たっぷり入りそう。これスイッチ入れないとね、冷たくならないタイプなのでご注意ください。じゃ、ちょっと景色の方もね、チェックしてみましょう。まあ、透けて見えてるけどね。こんな感じでベイサイドらしい景色は楽しめます。ちょっとアラウンド東京が近いなっていうのはありますね。あ、でもこれ見に来たことありますね。ここにウエストサイドストーリー見に来ました。ちょっとね、今は曇りですし、チェックインもね、時間かかっちゃって夕方5時とのことでね、そんなに明るさはないんですけど、まあ、夜景とかね、明日の朝とか景色を楽しめればなと思います。はい、そしてハンガーも4本用意されてます。あとタオルを干すやつもなんかおしゃれですね。じゃあ一度玄関側に戻ってきます。じゃあ洗面所から見ていきましょう。洗面所にもコンセントが1つと、ハンドソープでコップが2つ、こちらにもティッシュが1つで、ハンドタオルも用意されてますね。この棚は歯ブラシが2本入ってました。ここはね、アメニティは下で選んで持ってくるタイプなので、お部屋にはほとんど置いてないです。ここは、あ、ドライヤーですね。はい、パナソニックのドライヤーでした。
で下にはゴミ箱と脱衣かご的なやつもあります。で今1個履いちゃってるけどスリッパが1つと、そして外用スリッパもね2つ用意されてるんですが、めちゃかっこいいレザーでおしゃれですね。でファブリーズ的なやつもあります。こちらにもねハンガーが2つあるのでアウターとかもかけられます。で入ってすぐのところにね傘立てもあるので、こうやって傘も立てられてありがたいですね。そして全身鏡もあります。今日のコーデはねちょっとなんかリゾートをイメージしてネイビーのワンピースにしてみました。はい、じゃあ最後はこちらですね。お風呂場かな。はい、お手洗いですね。こんな感じで独立型の綺麗なお手洗いです。結構天井も高めでいいですね。でこちらが、はい、こんな感じでシャワールームになっております。あのね、湯船があるタイプの部屋もあるんですけど、今回私は大浴場を楽しみたいということでこちらのシャワータイプの部屋を選びました。シャワータイプの部屋なんかちょっと座るとこあるのいいですね。疲れなさそう。でシャンプー、コンディショナー、ボディーソープもちゃんと備え付けで置いてあります。一応水圧チェックだけしてみましょうか。はい、これマックスです。結構ね、結構てかかなり強めです。で私がいただいてきたアメニティはね、ヘアブラシとヘアバンドとシャワーキャップ、綿棒、コットン、こちらをいただいてきました。あとカミソリとかあったかな。まあ、そんなに、ね、変わったものは置いてなかったです。このいただいた紅茶を飲もうかな。はぁ、ようやく一息つけました。ホテルはねやっぱこの混んでてもね、自分の部屋だけはちゃんとスペースが確保されてるのがいいですよね。うん、美味しい。なんかフロントのとこでいただいたお菓子、雷おこし、浅草かどうかの名物だったかな。うん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 。さてじゃあ Wi-Fi もつなぎましょうかね。パスワード式ですね。つながった。ちなみにここね Wi-Fi 入れないと結構電波が弱いです。はい、こんな感じです。アップロードの方が早いですね。ちょっとね前情報もなさすぎるので、もう全然ね分かってないので、この後館内探検行こうかなと思ってるんですけど、まあ、一応こんな感じで2階とその14階が共用スペースでは主に使うことになりそうです。これ飲んだらこの2つを見に行こうかな。それでは館内探検に出発。まずはロビー階から。チェックイン待ちの混雑はすっかり緩和されていました。こちらは夜泣きそばや朝食会場になるシーサイドレストランサチ、そしてカフェオアシスも入っています。テイクアウトのケーキがとっても美味しそうでした。そして有料のラウンジもあって、アルコール含むドリンクなど飲めるみたいです。次回はラウンジ付きプランにしてみたいですね。こちらは日本食レストラン時の庭。次は12階の自販機エリアを見に行きます。いろんな階に自販機はあるんですが、こちらの階にはアルコール類やフードの自販機もありました。そして電子レンジも置いてあります。至る所で景色が楽しめますね。次は最上階の14階。こちらには大浴場以外にもいろんな施設が入っています。有料のプールやアスレチックジム、マッサージチェアも置いてありました。こちらは湯上がり処、共立リゾート恒例のアイスのサービスももちろんありました。牛乳やアイスの自販機も設置されています。さらにスカイバーもあってお酒も楽しめます。最上階からの景色はこんな感じでした。コンビニついでに外に出たらイルミネーションもとても綺麗でした。館内探検行ってコンビニも行ってきました。コンビニはね、あの一番近いのは歩いて5分ぐらいかかるんですけど、あのジャルホテルの1階にある、ナチュラルローソンかなが一番近かったです。で今夜のねお酒とかおつまみを調達してきました。はい、もうすっかりね夜ですね。はい、館内に着替えました。こんな感じでネイビーですね。でこの後なんですが、やっぱせっかくの機会なのでちょっとプールの方に行ってみようかなと思います。一応ね私水着も持ってきたんですよ。可愛くないこれ。せっかくの機会ってことでね、ちょっと有料なんですが楽しんでこようかなと思います。じゃあプールバッグ持って行ってきます。14階のプール月光に来ました。室内プールからは景色も楽しめます。意外にも貸し切り状態。ゆっくりと食前の運動を楽しめました。素敵なジャグジーもあります。ジャグジーを独り占めなんて贅沢すぎます。もちろん入りながら夜景を楽しむこともできます。大浴場もいいけどこちらもかなりおすすめ。プールにはバスローブ、お水、シャンプー、リンス、ボディーソープ、タオルも完備されていました。
あーめっちゃ楽しんできました。いやプールめっちゃ良かったです。で最初ね数人いたんですけど途中からもう貸し切り状態でした。やっぱねプラス2200円かかるのと、まあお子様が入れないっていうのもあるのかな。意外とね空いてて穴場でした。でねいい感じに小腹も空いてきたのでそろそろ夕飯の方行こうかなと思います。ちょっと迷ったんだけど夜泣きそうもあるってことで軽めにロビーのところにあったカフェに行こうかなと思います。カフェオアシス、緑がいっぱいな店内でした。こちらでは洋食をメインに軽食メニューも充実しています。さらにデザートもたくさんあってパンケーキも有名みたいです。外のイルミネーションが見えるお席でした。大人気というビーフシチューとパンのセットをオーダーしました。まずはビーフシチューからいただきます。お肉ホロホロで濃厚なシチューも美味しい。マッシュポテトも添えられています。クリーミーなポテトがシチューととっても合う。パンもバターをたっぷりとつけていただきます。私はバターが大好きなのでもはやバターを食べるためにパンを食べているようなもんです。シチューに入っていたブロッコリーもこんがり焼かれていて香ばしい。ドリンクバーをつけて1500円ぐらいでした。ラストオーダーは20時半。すんなり入れたしゆったりと食事もできておすすめです。食後にロビー街から見た夜景もとっても綺麗でした。はぁ、戻ってきました。ご飯美味しかったですね。まあそんなにがっつり食べなかったのでもうちょっとしたらね夜泣きそばの方も行ってみようかなと思うんですけど、ちょっと今混雑状況はどんな感じなんだろう。あーやっぱ混雑ですね。じゃあお風呂も夜泣きそばも今混雑中ってことでちょっと時間潰したいのでほろ酔いでとりあえず乾杯させていただきます。季節限定デザインだって。はーい、シュ、じゃあラビスタ東京ベイオープンに乾杯。やばい、今日推しのアベマだった。混雑状況は、あ、まだ混んでますね。でもなんか数に限りがあるから品切れの際はご容赦くださいっていう恐ろしい自分が書いてあるのをちょっと見つけちゃったので、まあ、混んでるけど行ってこようかな。座れるのかな。ちょっと行ってきます。やはり列はできていたんですがサクサク進んだのでそんなに待ちませんでした。店内は席数がかなり多いので混雑マークがついていても意外と大丈夫かもしれません。手際よくどんどん作ってくださいました。夜泣きそばのトッピングは自分で好きなものを乗せる感じで、ドーミーよりトッピングの種類は多かったかも。夜景が見えるお席で夜泣きそばも過去一映えました。いただきます。まずはスープから。安心安定の優しいお味です。麺ももちろん安心安定。それよりもショックなのが、後から調べたらなんとトッピングにチャーシューもあったらしいということ。全然気づきませんでした。私が乗せたのは海苔とわかめ、大好きなメンマ、そしてこの赤い物体、何か分からずに取ってみました。酸っぱい練り梅でした。でもこの練り梅が麺との相性抜群で、ドーミーとかにも置いてほしいぐらい本当に美味しかったです。夜泣きそばのサービス本当に毎回ありがたい。ごちそうさまでした。よいしょ。はい、食べてきました。さてじゃあお風呂の混雑状況はどうかな。ちなみに夜泣きそば今10時半ぐらいなんですけど、まだね全然並んでました。だからね空いてるのを待とうと思っても無駄かも。ってことは多分ね朝ごはんもそうなんですよね。ちょっとすくの待つってよりは自分の行きたい時間に行って並ぶっていう方がいいのかな。はい、少々混雑に変わったのでそろそろ行ってきたいと思います。大浴場からも綺麗な夜景が見れました。さらにサウナはなんと3種類。露天風呂から見る景色はまた格別でした。深夜ということでアイスは終了しちゃってました。はい、晩酌タイム、イエーイ。初めて見た白ビールっていうビールを飲みます。はい、プシュ、乾杯。あー、お風呂上がりの一杯はやっぱ最高ですね。特にね、もうがっつり鎖骨してきたから染み渡ります。爽やかな酸味のホワイトエールって書いてあるけど、さっぱりしててね飲みやすい。お風呂上がりにめちゃめちゃいい。あー、うまっ。つまみはこちらです。おしゃれなホテルに合わせておしゃれなポテトチップスを買ってみました。チーズソルト&ビネガー。ソルト&ビネガー味大好きなんだ。結構なんか厚切りな感じだ。うん、美味しい。海外っぽいわ。
酸っぱうまい。からの、いや、夜景を見ながら最高ですね。まあ、といってもね、この時間になるとさすがにね、あのビルの明かりとか結構消えてるから、そんなにね、まあ、言うほど都会の夜景って感じではないですけど。まあまあ、でも、結構やっぱね、都会的で綺麗ですね。いや、お風呂めちゃくちゃ良かったです。なんか少し混雑になってたからどんなもんかなと思ったけど、やっぱ広いからね、全然入るスペースもあったし、そんなね、言うほどぎゅうぎゅうじゃなかったです。で、お風呂もね、もちろん良かったけど、サウナがめちゃくちゃ良かった。あの、ドライサウナ好きなんですけど、ドライサウナからも夜景が見えるんですよ。あと、露天風呂から見た夜景もめっちゃ綺麗でした。あの景色を見ながら整えるっていうのがめっちゃ最高で、もう過去一いい感じに整いました。で、バチバチに決まってたと思うわ。あとね、あの、スチームサウナとか、岩盤スチームサウナっていうのもありましたね。お風呂もね、すごいいろんな種類があって、宇宙だけでもね、すごい種類があったので、かなり楽しめると思います。うん、今日も歯ブラシがでかい。今日の歯ブラシは歯 3.5 本分ぐらいですね。ああ、広い。いつもの計測いきたいと思います。先端からね、ちゃんと。1、2、1.8 ロールです。よいしょ。広い。じゃあ、おやすみなさーい。ピピ。おはようございます。少々混雑ぐらいですね。朝風呂行ってきます。夜景も綺麗でしたが、朝は朝で爽やかな景色でした。湯上がりどころからも景色がよく見えます。朝の飲料サービスはハニーウォーターでした。甘さで目が覚めました。混雑状況は混雑ですね。よし、準備完了ということで朝ごはん行ってきます。朝食も少し並びましたが、すぐに入れました。待っている間にこんなお品書きが配られました。朝食はバイキング形式で、洋食、和食、海鮮にデザートなど、本当に豪華でした。こちらが私が選んだ朝食たちです。欲望に身を任せたら、茶色ばかりになってしまったおかずたちに気持ちばかりのサラダ。そして、やはりありました、海鮮。ナビスタ函館の有名な朝食と同じですね。おでんやおしゃれメニューも充実。いただきます。まずはオレンジジュースから。もはやこれはビュッフェの儀式。流行る気持ちを抑えてベジファースト。こうしておけばこの後どんだけ食べても大丈夫なはず。そして味噌汁を一口すすったら、醤油とわさびを混ぜ混ぜしてかけます。それでは朝から海鮮いっちゃいます。まずは大好物のイクラから。うん、最高。他にはタイやイカなど割と淡白なものを乗せたんですが、実はマグロやサーモンもあったことに全然気がつけなかった。めちゃめちゃ悔しいです。天ぷらも揚げたてで種類も豊富でした。揚げ物が大好きなので揚げ物の種類が多かったのも天国でした。もちろん今日もエビの尻尾は残しません。最近おでんにハマっているんですが、おでんの種類が多かったのも嬉しかったです。よく煮込まれていてとっても染みてました。大好物のちくわぶがあったのもポイント高い。どのおかずも凝っていて全種類食べたいぐらい。一回胃の中をリセットできたらいいのに。完食。もう結構お腹いっぱいなんですが、なんとかフルーツとデザートのババロアを取ってきました。締めはもちろんコーヒー。フルーツはすごい勢いでなくなっていってたんですが、どんどん補充されていました。美容家さんたちはね、朝にフルーツを食べているとよく聞くので、こういった機会にたくさん取りたいです。そしてこのババロアもちょっとびっくりするぐらい美味しかったです。また絶対食べに行きたい最高の朝食でした。ごちそうさまでした。祝の二度寝タイム。はい、じゃあそろそろチェックアウトっていうことでね、ちょっと紅茶でも入れたので飲みながら今回の宿泊の感想をまとめたいと思います。ラビスタは初めて泊まったんですが、さすが共立リゾートさんっていう感じで、あのドーミーインのねサービスの良さがさらに豪華にグレードアップした感じでした。どこからね窓を見ても眺めが本当に最高でしたし、ご飯もお風呂も素晴らしかったです。
今回ね、スタンダードルームだったんですけど、十分広いですし、まあ新しいってことですごい綺麗でしたし、眺めもね、11階ってことですごく良かったです。これで朝食付きで7000円はコスパ良すぎです。今回はね、プレオープンで予約してたんですけど、今ね、公式ページとか見てみたら、まあ、この先まだまだね、オープン記念で同じような価格帯で泊まれるプラン、たくさんありましたので、よかったらね、ぜひ見てみてください。で、今回ね、まあおそらくマンストゥートのことでも人も本当に多くて、チェックインでね、1時間半待った時は、ちょっとこの後スムーズに行動できるかなって不安にもなったんですけど、まあ結果的にはね、お風呂もね、このテレビで空き状況を見ていけば、そんなにね、困るほど混んでなかったし、全然許容範囲でした。で、食事会場とかも、まあ少しね、並んだけど、そんなね、言うほど並んでないです。ほんと5分待ったか待ってないかぐらい。全然ね、思ったよりスムーズに行動できました。まあもちろんね、空いてたらさらに満喫できて言うことないと思うので、私は今度来るときはもうちょっとね、落ち着いてから平日とかに来て、今度はね、ラウンジ使えるプランとかにして、またね、のんびりおこもりステイしに行きたいなと思います。で、来てる層もね、本当にバラバラで、老若男女を楽しめるホテルだと思いますので、ぜひ一度は泊まってみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったら高評価押していただけると嬉しいです。で、このチャンネルではこういったホテルレビューや旅の動画たくさん投稿していきますので、よかったらチャンネル登録してまた見てください。では。